なんか今視聴者がちょっと増えたんで、ちょっと、あと最後にちょっとじゃあ10分だけいろいろ聞こうかなと思うんですけど、なんか質問ある人いつも質問してくれてるんですけど、なんか今日ちょっと、あの、あれですね、一般入試ね、なんかね、まだね、みんなあんま一般入試こう身近じゃないみたいで、AO のライブとかやると結構割と、こうわーって来るんだけど、なんか一般入試のライブやってもなんかそんな質問来ないんですよね。で、なんだけど、俺思うのが、AO を今から始めようって人は相当頑張らないとまずい で、時間ないから、あれって、晴れなんてもう、6月の1日に出すわけだからって考えたら、あと1.5ヶ月しかないわけじゃないですか。はい、で、あの、まあ、親御さんとかだったら全然いいんだけど、YouTube ライブ見てる場合じゃないぐらい忙しい1.5ヶ月前だったら。で、逆に一般入者の人に関しては、今なかなか一般入試の例えば、 過去問の半年とかで、半年とか3か月で間に合わせようって人が最近多いんだけど、一般入試やっぱり1年ぐらいやらないと結構まあまあしんどいよっていうか、まあ、半年やったけど、半年でも相当時間なかったじゃないですか。うん、相当きつかったと思うんですよね。だから8月ぐらいからやったのかな。そうですね、なんか通信制に通ってて、しかも中古一貫で、うん、もうほぼあの単位取り終わってたから。 その半年間はずっと英語小論文だけやってってて良かっったた状態でで、うん、私のの場合はギリギリリかったので、うん、だかだらそうやっぱり1年ぐらいの計画っていうのはやっぱ立てとかないと結構しんどいよねっていうのがあってうーんそこの難しさがやっぱあるよねっていう、はい、だから結構みんなが思ってるよりも早めに対策しないとまあまあしんどいよってところと英語に関してはなんかこう単語帳とか何かやった。 私は、えっと、まあ、基本的なみんなが使ってるような、まあ、ざっくりとしたやつと、あと、あの、合宿で多分いただきましたよ。なんか、SFC 用の単語帳。帳あ,あの、小川先生が作ったやつね。そうそう、それをやって。あるんです。うん。そうそう。あれをやって、リンガメトリカとかやったやってなかったです。今はやってないんだ。リンガやってなくって、基本的なやつと、あと、うちで作ってるよその単語帳ね。そうです、そうです。それしかやってなかったです。 入会して、あの英語受講されてる方はお出ししてますんでっていうところと、あとは、えっ、ー、と、小論文に関してはもうとにかく過去問解くっていう感じかなとは思うんだけど、なんかこう、うん、小論結構だけど最初は行くかって、やっぱ時間通りまず解き終わんないもんね、まず小論で、ね。そうですね。もうどん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 焦る焦るって考え。最初から2時間で解き終わる人って私もいろんな人見てるけど、ほぼいないので、大体最初みんな4、5時間かかるんですよ。 SLC の小論文って。で、本当に入手のギリギリぐらいでようやく時を終え出るぐらいになるうち時間ぐらいでっていう感じなので、かなりしんどいよね。え入試のギリギリの時どうだった ?SLC の小論結構解き終わった解き終わりました。あ、2時間で。はい。そう。<も>いや、あれ結構しんどいよね。本、う、番、ん、まあ、まあ、本番すごい小論文解くのめちゃめちゃ楽しくて、21年度の入試はその、 まあ、世の中の中不条理を15句ぐらいいい書き出しななさいみたいなやつで自分がやってきたことそのまま書けばよかっただけだったから、つまり書くもたくさん解いてればいっぱいあるもんねそうねで。も、うん、超楽しくて仕方なくて、上で解き終わったんですけど、なるほどだったら厳しかったかなとか思ったり。いや、まあ、でもね、多分その小論である程度上がってたから、あの 普通にまあ合格できたっていうのはありつつっていうところだ、ね、っていうのと、まあ、やっぱり今このライブを見てる人、でこの時間までもう見終えた人は結構望みがあって、一般入試やろうと思って、これから1年間やろうと思ってるわけだから、それはめちゃくちゃいいと思うんだけど、やっぱり一方で全体的に受験生に対して思うのは、これ見てくれてると言ってもしゃあないやけど、やっぱりちょっと着手が遅いんじゃないと思うんだよね。うん うん、その取りかかるの遅い人多いなっていう、なんか、小論文とか英語特別な対策なんて夏、夏、夏からやればいいでしょうってう人まだマシで、なんかもう、冬休みぐらいからやろうみたいな、なんか過去問対策は冬休みからみたいな感じのさ、人結構いるじゃん。はい、で、まあ、場合によっては予備校の先生とかそれ勧めたりもするんだけど、めっちゃ怖いなと思うんですわね。冬休みにやって点数合わなかったらどうするんって俺思うわけ。うん、で、めっちゃ怖いじゃん。 早めめににやっっった方がいいよってのはめっちゃ思うな勉強になるし、まあ、小論もそうやし、英語もそうだね。あのそうやっぱり、早め早めにやっていくのって、すごい大事だなと思うし、うん、入社の対策で過去問以外にやることなんか、そんななくないって私思ったら、人が来るかちゃんとしてる前提ですよ。はい、で、まあ、英検で10日ぐらいまで取れてれば、なんか別に過去問以外そんなやることあるって思うから、うん、だからそれはやっぱ思いますよ、ね。 っでなんかさこう何て言うんだろう、まあ、これもこう SFC で例えばその一般とかで受かんなかったけどその研究したいっていう意欲は結構誰よりも強いっていう話って俺よく聞くんだけど仕事から。ただうーんやっぱ SFC 例えば英語とか数学とか小論とか情報とかやってて一般で。 英語で受かる人はそれはそれでいいと思うんだけど、なんかそれってすごく一方で、こう、役に立つよね。はい。なんかこう、研究をする上での基礎能力としてすごい役に立つと思うから、まあ一般で行きたいって人はやっぱりやってほしいなっていうのと、